到着です。変わっていないな。ここがアルタイルロッジ。6年前にティオちゃんが助けられた場所ですか。悪趣味な門構えだな。自分の案内はここまでです。そちらにお任せできる期限は本日1700まで。それを超えた我が軍の部隊で制圧に当たらせてもらいます。了解した。丁寧な案内感謝する。まあせいぜいお気をつけて。名高き風の牽制が一緒なら無用の心配かもしれませんがね。さすがにあんまり歓迎されていないみたいですね。まああちらにしてみれば自分の縄張りに飛び込んだ犯罪者を人任せにするわけだからな。どうします、このまま踏み込みますか。ああ、もはや猶予はない。マクリン、罠や仕掛けの可能性はどうだ。大抵のものは6年前の制圧作戦で潰したままだ。だが、徘徊する魔獣の方は。敵発見、撃破する。俺の番だな。行くぞ。風間光、我が剣に伝え。王女空神殿か。よし、セット行きます。行くぞ。これで決める。行くぞ。貴様らもう許さんぞ。おキラキラいい、ジャスティスハンマー。よーし、はっ、行きます。
私の番ですね。目標を撃破します。それ、はあ、これで終わりです。任せておけ。そこだ。参る。はっ。よし。えいっと。あ。いいだろう。せいぜい改心するがいい。まさか今の化け物ども。当夜総員にいたのと似たような雰囲気でしたけど。太陽の砦の地下で徘徊していたのと同じ種類です。どうやら彼らがここに逃げ込んだのは。ち、往生際の悪いことだ。時間がない。とにかく入るとしよう。今ならまだ間に合うはずだ。ええ、了解です。絶対に逃がさんぞ。俺たちがこの地を訪れたのは帝国政府からの連絡がきっかけだった。あの教団事件から数ヶ月後、どさくさに紛れて帝国へ亡命していたハルトマン元議長と元市長秘書アーネストが帝国からの追放処分を受けたのである。なぜか二人は新たな潜伏先として共和国最西端のアルタイル市を選び、急遽新市長によって共和国政府との協議が秘密裏に行われ、二人の国外逮捕が執行されることとなった。しかし極めて政治的な問題を持つため、逮捕は正規の指揮系統から外れている特務支援課に、さらに捜査一課、警備隊、ギルドが協力する異例の捜査体制が整い、そしてアルタイル市での捜査から数日、俺たちはハルトマン、アーネスト両名が教団の旧ロッジ跡に向かったことを突き止めた。ここは鍾乳洞ですか。でも人の手が入っていますね。もともとは数百年前に使われていた石窟寺院跡だったようだ。それを DG 教団が回収し、儀式を行うロッジとして利用した。6年前のあの日までな。課長とアリオスさん、それ兄貴が制圧した時ですね。そして兄貴はここでただ一人生き残ったティオを救出した。ああ、正直それだけがあの地獄のような惨状における唯一の慰めだった。今となってはその痕跡もほとんどなくなっているが、なんだか信じられませんね、そんなことがあったなんて。どこまでも最悪な連中だったようだな。当時共和国軍が動けなかったのは、一部の将軍が教団に弱みを握られていたからだそうだ。ああ、だからこそセルゲイ班にここの制圧が任されたわけだ。今にしてみればギルドも真っ青というくらいの強引なく。さすがは悪名。なんだか当時の光景が。アリオスさん、二人が向かっているとしたらロッジのどのあたりでしょうか。やはり西洋にある儀式の間の可能性が高い。太陽の砦にあったような不思議な祭壇が残されている。ハルトマンはともかく、アーネストがそこを目指しても不思議ではないだろう。確かに。ひょっとしてあのグノーシスという薬も関係しているんでしょうか。その可能性は否定できんな。どうやらアーネストは
ヨアヒムからグノーシスをそれなりに受け取っていたようだ。それも青色のではなく赤色の。それって人を化け物に変えるっていう？ああ、場合によっては同行しているハルトマンの身が危ないかもしれない。取り返しがつかなくなる前に何としても二人を拘束しよう。ええ、こんなタイミングでエニグマのバージョンアップが行われちゃうなんて。エニグマ通過、中心にはめるっていう新型のマスタークォーツ、それが間に合わなかったから結局アーツは使えない状態ですし、参りながらエプスタイン財団も切り替えが突然すぎるんだよな。ティオの所属している場所を悪く言いたくはないんだけど。いくらタイミングが悪いとはいえ、泣ききちんと準備していればこれくらいは用意できるだろう。ならば俺の方からも予備を一つ提供しよう。これマスタークォーツですか？これを俺たちに？足手まといになられても困るというだけだ。エニグマ2の中心に好きな方をセットするといい。どちらもつけた。はい、わかりました。よし、準備は済んだ。はい、お待たせしました。そのわざわざ用意してもらって本当に助かりますよ。別にお前たちのために用意したわけじゃ。それよりバニムス、分かっているんだろうな、この任務はお前にとって一家での研修の仕上げでもある。万が一無様を晒したらやり直しにするから心しておけ。はい。素直じゃない人ですね。見た目よりもはるかに熱く、さすが一家でガイと張り合っただけはあるようだな。よし、それでは始めましょう。クロスベル警察捜査一課所属、アレックス・ダドリー主任捜査官。ああ。クロスベル警備隊所属、ノエル・シーカー総長。そして特別補佐として遊撃士協会クロスベル支部所属、アリオス・マクレインだ。ああ。これよりクロスベル警察特務支援課による強制捜索、逮捕対象はハルトマン元議長およびアーネスト元市長秘書の2名。期限は本日1700、各自全力を尽くして。いいだろう。承知。了解です。逃すな。了解です。行くぞ。そこだ。よし、次に行くぞ。
10秒で終わらせるぞ。了解。そこだ。悪は滅びる、それが必然だ。行くぞ。ここだ。全員突撃確保。了解です。イエスター。よかろう。やった。せいぜい改心するがいい。奥に続いているゲートだ。6年前にアーネストあたりが仕掛け直したの。解除方法はあるのか。右手の奥にスイッチがある。それで開く。よし。はい。さあ行くぞ。よし。任せるがいい。せい。明鏡止水、出直してくるがいい。投与された子供たちがありとあらゆる方法で五感と霊感を高める実験の犠牲となった。ちっ、ゲート男が DG 兄弟とっくに潰れたんでしょうけど、正直許せないです。アーネストたちが何をしようとしているのか分かりませんが、二度とこの場所を利用されるわけにはいきませんね。ああ。全力で阻止しましょう。よし、先を急ぐぞ。ところか。悪くない。
奇襲成功、チャンスです。ふん、任せるがいい。はっ、見たか、八葉が一方。私の番だ。そこだ。ふん、ぬるいな。奇襲成功、チャンス。そこだ。よし、次に行くぞ。任せた。ふん、ぬるいな。行くぞ。せい。我が剣は風、防ぐことはあたわず。えいや。10秒で終わらせるぞ。そこだ。勝機。さあ、終わらせるぞ。了解です。いいだろう。こんなところか。悪くない。敵出現、交戦します。私の番だ。よし、せい、はっ。よし、そこ。さあ、任せるがいい。よし、せい。あたしのギャー。私のハマイル。ハ、見たか、八葉が一方。こんなものか。マクレイン、6年前もこの程度の雑魚しか徘徊していなかったのか。いや、
遥かに凶暴な魔獣の群れが放されていた。まあそれよりも死すら厭わぬ狂信徒たちの方がよっぽど太刀が悪かったかな。胸の悪くなる話だ。二人ともさすがだな。今の魔獣なんか相当手強かったと思うんだけど。ええ、格の違いを感じますね。私も精進しなくちゃ。おい、どうした？今の戦闘で負傷したか？いえ、大丈夫です。問題ありません。ならばとっとと行くぞ。この先に中間の分岐点があったはずだ。まずはそこを目指すとしよう。せいっ！よし、私に続け。了解です。そこだ、行くぞ。せい！名称止水、出直してくるがいい。セイト！やっと！任せ、そこだ！なんとかなったか。よかろう、かかってくるがいい。二の方、はやて。俺の番だな。やっ、ディア。さあ、行くぞ、そこだ。よし、催眠弾発射。私の番だな。次に行くぞ。せいぜい改心するがいい。終わらせるぞ。イエスさん。了解です。いいだろう。
んなところか。ナイスファイト。なんとかなったか。行くぞ。明鏡止水、出直してくるがいい。必要が一方。何？参る。せい。明鏡止水、出直してくるがいい。よし、上出来だ。やるな。なんとかなったか。えいはっ。我が剣は風、防ぐことはあたわず。せいぜい改心するがいい。
見たか、八王が一刀。次に行くぞ。いた。追いついたか。アーネスト君、いい加減に解放してくれ。もう私は突き抜ける。やれやれ、困りますね議長。あなたにはクロスベルの世界にちゃんと帰り咲いていただかないと。この私が次期市長となるためにもね。いい加減にするがいい。クロスベルの政界に帰り咲く、今さらそんなことが可能だと思っているのか。ましてや貴様ごときがあのディーター・クロイスから市長の座を奪えるはずがなかろう。簡単なことですよ。人の身ではかなわなくとも、真なる神に近づけばたやすい。あらゆる因果を見通す英知があれば、どんな現実、そう、かの偉大なるヨアヒム・ギュンター氏の狂ってる。させるか。お前たちは追いついてきたか。アーネスト、我々が追っているのに気づいていたというのか。全ては偉大なるグノーシス。君たちが我々の行方を追ってアルタイル市を訪れたこと、そして我々の動向を突き止めて共和国軍の許可を得てからここまで追ってきたこと、全てお見通しなのだよ。どうしてそこまで。どうやら不可思議な知覚によって我々の動向を察知したようだ。つまりお前たちはクロスベル警察の人間というわけか。杉原はか、頼む、素直に投降するから狂人を取り押さえてくれ。おやおや、狂人とは失礼ですな。言われるまでもない。ハルトマン元議長およびあ自治州法改正項目に基づき、拘置所脱走および多数の余罪であなたたちの身柄を拘束する。おとなしく投降してもらおう。
そう焦るものじゃない。今日私はヨアヒム氏の後を継いでリーへの扉を開くことになる。余興はそれからでも遅くなかろう。人形兵器の一種か。ヨアヒムが従いていた中世の魔導人形。あれよりもはるかに強力な性能だがね。それでは諸君、我々は先に行かせてもらうよ。ヨアヒム氏が残した守護者の力、とくと味わってくれたまえ。ハルさん、離してくれ。逃がすか。どうやら尋常な相手ではなさそうだな。全力で撃破するぞ。はい。敵発見、強制排除する。了解です。風間光、我が剣に伝え。行くぞ。さあ行くぞ。貴様らもう許さんぞ。おー、キラキラいい、ジャスティスハンマよし、あたしの番ですね。やー、任せてくれ。せい、行くぞ。任せてくれ。これでいいだろう。任せるがいい。エニグマ駆動、あたしの番ですね。やあ、よっ、任せておけ。エニグマ駆動。行くぞ。よし。いいだろう。風間の光、我が剣に伝え。空陣で。さあ行くぞ。行くぞ。よし、目標を撃破します。それそれ、は
任せておけ。任せるがいい。行くぞ。エニグマ駆動。それ助かります。行くぞ。はっ。さあ、あたしの番です。やあ、行くぞ。やっと。任せるがいい。せい。任せておく。行きます。はっ。行くぞ。さあ行くぞ。よし、次に行くぞ。なんて強ち。時間を取られたか。よし、追いかけるぞ。どうした、動けないのか。大丈夫です。こちらもなんと。ナドリ、上だ。道が。そんな。先ほどの戦闘の衝撃で脆くなった地盤が崩落したから、この距離を飛び越えるのは少々難しそうだ。はい。こうなったら仕方。そこで待っていろ。我々だけでケリをつけてくる。そういくらお二人でもサポートなしじゃ。いや、ここは別行動としよう。どういうことだ。ここから採用に至るルートは2つある。もう一つはあちらだ。別の道が。もしかしてあの先が。ああ、遠回りになるが採用で合流できるはずだ。ならば話は早い。バニングス、シーカー総長、我々はこのまま連中なんとか合流するが。了解です。イエスサー。ブーンを気をつけていく。よし、俺たちも急ごう。総長、すぐに動け。ええ、大丈夫。そうだ、ロイドさん、せっかくの機会ですからコンビネーションを使ったクラフトを。そうか、いいかもしれないな。お互いの癖も分かってきたし、なんとかなりそうだ。うまく使いこなして。さあ、かかってこい。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。イエスサー。はっ。やあ、まだまだいける。you
俺の番だな。えいはっ、まだまだいける。はい、よし、はい、任せてくれ。俺の番だな。行きます。はっ。よーし。はっ。なんとかなりましたね。えい。はっ。チャンスだ。悪いな、先に行かせてもらうよ。負けられない。こずりますね。ああ、でもランディもそうだったけど、やっぱり警備隊員は頼りになる。さすが、鍛え方が普通の警察官とは違うっていうか。おだてないでくださいよ。どちらかというと装備の強さに頼っているところがありますし、強力な装備を使いこなせるのも訓練とセンスの賜物だよ。特に総長は俺と同い年なのに車両の運転なんかも得意だしさ。15の時に入隊して訓練漬けの毎日でしたから。それにソーニャ司令の指導が優秀だったおかげもありますね。ものすごいスパルタでしたけど。ソーニャ副司令、あ、いや司令。確かにあの人に指導されたら相当鍛えられそうだよな。あのランディですら演習の時に徹底的にしよう。そうみたいですね。ランディ先輩か、今頃リハビリ訓練の付き合いの真っ最中なんでしょう。ああ、ランディ
いや、エリーとティオもそうか。あの3人がここにいてくれたら怖いものなしなんだけどな。確かに考えてみると特務支援課って本当にバランスがいいですよね。役割分担がきちんとできているからどんな状況にも対応できそうです。実際ずいぶん助けられたよ。戦闘以外でもいろいろな方面で得意分野が違っていたし。そんじゃな、あとのことは任せたぜ。キーヤちゃんのことよろしく頼んだわね。ファイトとコッペの世話もよろしくお願いします。エリー、ティオ、ランディ、あれから一月以上経つけどみんなどうしてるかな。ここは俺たちのターンだ。えいっ、今だ。ギャー、よし、せい。はい、はそこだ。任せてくれ。よし、はっ。まだまだいける。この調子で行きましょう。戦闘終了、警戒態勢に戻ります。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。イエスだ。はっ。やあ。あたしの番ですね。はっ。これで一安心ですね。速攻で蹴りをつける。えいっ、はっ。今だ。速攻。俺の番だな。せいと。悪いな、先に行かせてもらうよ。
よし、もう大丈夫だ。俺の番だな。行くぞ。せっはっ。よし、やろう。なんとかなりましたね。俺の番だな。やっと。あたしの番。任せてくれ。やっと。よーやろう。なんとかなりましたね。また扉か。ダメか、多分
入り口近くの扉と同じように解除する装置が。ええ、探してみます。それにしてもダドリーさんたちの方はどう。あの二人ならめったなことじゃ遅れを取ることはなさそうだが、敵はグノーシスを使っている上にあんな危険な人形も楽観はできないかもしれないな。ですか。こんな時にエニグマで連絡が取り合えたらいいんですけど。通信機能が使えるのはクロスベルト財団の本拠地があるレマン自治州だけみたいだからな。でも確かに改めて考えるとものすごくフランのサポートも受けられたし。ちゃんとお役に立っていればいいんですけど、あの調子でちゃんとお仕事が務まっているか心配。アルタイル市へ出発する前、ティーヤと駅まで見送りに来た時か。だからといって勤務時間中にサボってくるのはダメですよ。キーヤちゃんと一緒に列車に乗り込もうとするし。今回はキーヤも珍しくダダをこねてたからな。お姉ちゃん、ロイドさん、くれぐれも気をつけてくださいね。ま、気を抜くんじゃねえぞ。後ろ盾を失った逃亡者とはいえ、あの教団に関わっていた連中だ。ライド、絶対に無事に戻ってきてね。キーヤ、いい子で待ってるから。大切な人たちがクロスベルで俺たちのことを待っている。何としても任務を達成して無事な顔を見せてやらないとな。